武田塾高田の参考書だけで合格点を取る方法。今回は2017年大分大学の英語の勉強方法について話していきたいと思います。大分大学の英語試験時間は80分間で、配点は150点満点の試験になります。大問構成は教育学部が大問2題、経済学部が大問3題という構成になっています。で、教育学部の場合は大問1が英語の長文問題、大問2が英作文問題となっています。経済学部は大問1、大問2が英語の長文問題、大問3が英作文問題となっています。で、試験時間の割に問題数は少ない試験となっています。なので、スピーディーに問題を処理していく力が重要というよりは、一問一問に対してじっくり考えて答えを導き出す力の方が重要になってきます。なので大分大学を受験する場合はセンター試験さえクリアできれば、英語に関しては速読力というのはそこまで求められていません。それよりもしっかり、英語の長文の読解力であったり英作文の力を高めていくことが必要になります。問題の特徴としては、文章の内容に基づいて75字以内の日本語で説明しなさいというような問題が英語の長文問題で出題されています。なので、文章全体の要約問題に近い形も、出てますので、そういったその長文の読解力に関しては徹底的に鍛えていく必要がある試験内容となっていました。具体的な対策方法としては、英語の長文に関しては国公立標準問題集キャンパスの英語まで仕上げていくようにしてください。キャンパスの英語はちょうど国公立大学の記述問題が数多く収録されている問題集となっています。なので大分大学にちょうどいい練習となっています。で、英作文に関しては、かなり特殊な形式となっています。教育学部は自由英作文に近い形式、経済学部に関しては和文英訳問題に近い形式となっています。なので自分が目指す学部の過去問などをしっかり調べた上で、その傾向に合わせて対策をしていくようにしてください。経済学部の和文英訳問題に関しては、英作文ハイパートレーニング和文英訳編で、例文暗記と英作文の書き方を学び、それで練習をしていってください。で、自由英作文の対策に関しては、英作文ハイパートレーニング自由英作文編で自由英作文の書き方を学び、大分大学の教育学部の英作文は、課題文があってそれをまとめるという形式の少し特殊な問題になっています。そこは過去問演習で鍛えていくようにしてください。大分大学少し、特殊な傾向になっています。長い時間を与えて考えさせる問題が多く出題されていますので、最後過去問演習の時間をしっかりとって大分大学の傾向に合わせて対策をしていくようにしてください。今回は以上です。